さん。相手にも負けなかった。汗出てくるんじゃないよ。ちょっと聞いた？今日も噂になってるよ。子供が来る場所じゃないぞ。さっさと帰れ。あ？待てよ。その姿は最近報告のあった。七つの大罪を語る奴らだな。偽物はみんなそう言うんだよ。こんなの楽勝だよ。そろそろ本気出すか。キラキラ行こうぜ。相手が悪かったな。
よい。まさか本当に七つの大罪。お助け。まったく情けねえやつらだぜ。お前なんかしたか？メリオダス様、ホークちゃん、騒ぎにならないうちに通り抜けましょう。この辺に七つの大隊が現れたらしいな。ごろつき騎士どもがぶっ倒されたと聞いて。慌てて踏んじゃないよ。ちょっと聞いた？今日も噂になってるよ。お店を移動するんですね。それじゃあ出発しましょう。この豚野郎は。あの辺りには蛮族の侵攻を防ぐために村人が強制そんな暗い顔してんじゃないよ。七つの大罪など軽くひねってくれるなんて言ってた騎士がいたけど口だけよね。さあさあ私のおごりだ。何でしょう、気になります。ねえねえ、今日はどこまで行くの？そうだな、店を開けそうな場所まで行きたいとこだな。そう簡単には入り込めねえだろうな。Yeah!
のか、この豚野郎は。アルマリンの町にはダナ先生っていうお医者様がいるの。なかなか気になる噂だな。私の調合した特別製の薬だ。これでずっと楽になるよ。正直生きているのが不思議なくらいだ。相当深い肩の傷だ。それと雷に打たれたかのような火傷。メリオダス様、早く良くなってくださいね。奴らか。団長のことは頼んだよ。こんなの楽勝だよ。おや、こんなところで暴れるでない。なんだい想像する。こっちから行くよ。飲ませたのに。この剣は死んでも話すわけにはいかねえ。それが俺にできる唯一の償いなんだ。くっ、おのれ。逃げやがった。あのメリオダス様ですよね。よっエリザベスの豚野郎、さっきの奴らは。どうもエリザベスちゃんがお前のガラクタを狙ってるみてえだったぜ。そこのクソ医者がグルになってバックレやがったか。ポーゼ、待って、メリオダス様の傷はまだ癒えていないのよ。ん、
なんか治ってる。騎士様、少年を殺すことは失敗しましたが、言われた通りに毒は飲ませました。約束通り娘を返してください。娘はお前の元に返してやろう。あの世に行くお前の元へ。騎士が子供一人に毒殺を命じたのに、無駄な悪評を立てられるのは困るんだよね。ダナ先生、しっかり。すまん、勝った。娘を助けたいばかりに、私は挙句に娘を救うこともできず、自業自得だよ。私のせいですね。私たちがこの町に来なければ、そもそも私が七つの大罪を探してエリオダス様と会わなければ。泣きたい気持ちぐらいはわかるさ。でもお前が王国と人々を聖騎士から守りてえって思いは、涙の一つや二つで折れちまう程度のもんなのか。俺はエリザベスと七つの大罪を探し、聖騎士を食い止めると決めた。たとえお前が死んでも、俺はお前との約束を果たす。ぼちバステに向かうか。メリオダス様、メリオダス様、私も王国と人々を守るために戦い続けます。たとえメリオダス様が今死んでしまったとしても。今すぐ殺すなよ。すみません。戦闘民族らしいけど、表の兄ちゃんもそうなの。最近の騎士どもは、あれは豚にだって負けるんじゃねえか。何でもバステ監獄で脱走騒ぎがあったって聞いたけど、無理よね。特に異常は。豚！なんで豚がこんなところに！しかも人間の言葉を喋ってる！そんなことでいちいち驚いてんじゃねえよ。ちなみに言っておくが、俺はただの豚じゃねえ。
断処理騎士団。てなわけで、この町の残飯を頂戴しに来たぜ。待て、得体の知れない豚を通すわけにはいかん。ほう、俺の邪魔をするつもりか。いい度胸だが、俺様は容赦しねえぞ。とっとと片付けるぜ。行くぞ。ほら、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 なんでも想像し。役に立ちそうな噂は聞けませんでしたね。